たまんま、続いてのゲストをご紹介しましょう。お願いいたします、はい、真っ白なキャンバスの皆さんです。どうぞお願いします。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 どうぞおかけください。どうぞお座りください。はい、それでは早速自己紹介お願いいたします。はい、小野寺あずさです。三浦奈々子です。ん、浜辺ゆりなです。ん、西野千秋です。ん、橋本美代です。ん、私たち真っ白なキャンバスです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします一瞬違うテロップ出ましたねあ、今画面の方でね、失礼いたしました。失礼いたしましたさあさあ、はい、ね、昨日が7人体制初お披露目ということで、うん、まあ、本日はちょっと5人で行くわけですけども、はい、どういう感じでしたか。先月の末ぐらいに2人加入すること発表したんですけど、そっからレッスンでは会ってたんですけど、はい、本当にステージで7人でやるのが本当に初めてだったので、うん、なんかそれまでも6人だった時代とかもあるんですけど、はい、真っ白なキャンバス自体7人っていうのが本当に初めてで、うん、あ、なんか自分たちすごい人数多いなって思いながら、うん、それ物理的な問題だよねでもすごいなんかみんな楽しくライブがすごい、ライブ中に目が合うとすごいみんな楽しそうだったので、うん、なんか今後これからこの7人でやっていくの楽しみだなって思いました。あ、いいですね。なんかその7人になった2人っていうのが初期メンバーの2人だったのですごい懐かしい感じ、うん、え、初期メンバーが戻ってきたんですよ、2人そんなことあるなるほど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 、おかえりなんですね。じゃあ、そうですよ、はじめましてというよりかは、うん、あ、すごい、あ、結構気心知れてるっていうか、ね、あ、それす最高ですね。それなんか最高です、うん、安心ですね。じゃあ、うん、もうなるほど。なんか振りとかもさ、うん、ちゃんとまだ忘れてなかったよね。うん、よかったやってるからめちゃくちゃ覚えてる、覚えちゃってるっていうね、もういや、すげえ、すごい、びっくりした。いいですね。なんか本当にね、ゼロから来たね、あの2人なのかなってやっぱ思っちゃってたんで、うん、その説明聞いた時は、うん、結構びっくりしました。今いい話だな。いい話、うん、珍しいですね、うん、なかなかないってすごい言われます、周りからも、うんうん、え、戻りたいってことだったんですか。え、どういう経緯でなったんですか、ね、なんか新メンバーオーディションを開催してて、うんうんうん、そこに受けてくれた、すげえなそうだったんですね、うん、え、びっくりじゃありません。それぐらいやっぱやりたいっていうね、うんうんうん、もう一回やりたいっていう強い思いですよね、うんうん、すごい嬉しいです。でさらにそれをやっぱくぐり抜けるっていうね、うんうんうん、実力を持ってってことですもんね、本当に、ね、すげえないい話。だからね、すごい少年漫画みたいな感じがする昔仲間だったやつが来てドラマチック、でも最高の援軍みたいな、ね、SNS とかでなんかね、そう言われてて、うん、少年漫画っぽいって、うん、やっぱそうですね、再びみたいな、そうそうドラマチック、うわ、ちょっと泣けるわ、ね、なんかそれでは早速ですけれども、はい、ライブの準備をお願いいたします、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだったとか、いいです ね、 ねえ、一度その、ね、道をね、あの、うん、別れた、うんうんうん、物同士がまた会ってパワーアップするっていう、ねね、だってコメントでも発表の時鳥肌立ったとか、やっぱファンの方もびっくりと嬉しさと、また会えたっていう嬉しさと、すごい驚きがすごかったんじゃないかなと思うけど、いや、すごいな、みんなが幸せですね。でもね、ウィンウィンです本当にも、うん、素晴らしい。ということで、はい、早速ですけれども、真っ白なキャンバスの皆さんのパフォーマンスです、はい、どうぞ。
る自慢みたいだ。いいななんて思ってすぐ振り払う。どうせ何をしても私なんて意味をなせない、いらない子だ。今日も見上げて忘れる劣等感きりがてみるけれどダメね。等身大の私が一番楽ちんなんてすぽいぽいパンパリピや陽キャばかりが溢れてる街で日陰を探して歩いている。こんなんさすがにダメダメだ。少し怖いけどなるようになるかな。
ルつける太陽にメンタリティ溶けてうだるような日々のコピペから抜けたいんです。ポイポイパ土砂降りがアスファルトにはめてる。マジか。世界の片隅から何かを伝えられるかな。初めか。眩しい太陽とクラクラする熱、夢中になれる景色今始まる。してもいいからかけ作った誰も知らない明日へ。パパボーイ行くよ。だって私は何でもなれるってさ。まや実った根も重い荷物もパパボーイ。歌えば空まできっと晴れるラタタタタ。さらになって夢へと続く道進め。早くねこういうのがなくなる日が来たらねもうね、壁なんていらないのよ本当はもうどうでしたかライブは。はい、なんか、うん、途中このわっ、あ、うんうん、言っちゃった大丈夫です大丈夫です全然行けず枠からはみ出ると、うん、なんか消えちゃうって聞いて、うん、そうなんです、うん、消えないように頑張りました大丈夫ですよ、もう消えてません、ね、大丈夫です。 CG だからこその、ね、消えちゃってた、ちょっといいのもちょっと消えちゃってた大丈夫だ、音が平平でなるほどなるほど、難しいですよね、うん、CG は CG でね、うん、でもすごい楽しかったすごいあの NHK みたいっていうのすごい画面がポップでなんかポンポンしてるのを見て多分コメントでも画面が可愛い NHK みたいって書いてあってすごいみんなもCG を一緒に楽しんでくれてたんじゃないかなと思います。ね、そうそうそう、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。はい、そんな、ね、先ほどもね、はい、ちょっとお話しさせてもらいましたけども、あの新メンバー、うんうん、その前のメンバーということで、うんうんうん、前の時はどんな感じだったんですか。その結構自由奔放な、うん、感じでしたね。なんか真っ白なキャンバスっていうグループの雰囲気を作り出してる2人みたいな。うん、ああ。すごいまとってる空気が独特で、うん、なんか特殊な子たちでしたどんな感じなんですか。でも前まではもう少しなんだおとなしいというか、うん、結構控えめな子たちだったんですけど、うん、戻ってきたらちょっと元気になってて、うん、結構楽屋とかでもすごい話してましたね。へ、うん、その間の期間はどれくらいだったんですか。1年2ヶ月ぐらい。じゃちょいとちょいと長めのでも長いというか、ね、もう長いわけでもないから1年で帰ってきてくれたなら、うん、感覚は残ってますもんね、うん、
でも一緒に住んでましたその間。しかもなんか2人ってさ交互じゃない？そうです。私が同期で初期メンバーなんですけど、一、うん、人光るってことを一定期間住んで、うん、その後光るが実家帰って、うん、エマが来て今も住んでます。え、その2人のその2人ですがバトンパスみたいな感じで、はい、うん、面白すぎませんか、ね、すごい。じゃあ結構じゃね、その再加入 の、 その、まあ、オーディションとかの時も一番そばにいて話聞いてたって感じですか、うん、じゃあなんか。いやでも知らなかったんですよ。なんか受けよ受けたいなっていうのは聞いてたけど、うん、受けたっていうのは聞いてなかった。マジで。どの時点で知ったんですか、そのいるじゃんみたいなのって。うん、結構あみんなと同じくらいに知りました。じゃあ隠してたんですね。驚かそうとしたのかな。確かにでもあれですもんね、うん、なんていう悲劇というか、まあねね、されないようにというか、うん、自分の中でこうあったのかな、うん、ね、すごい詳しく聞きたい、そこの辺も、ね、潔いというかかっこいいですね、なんか隠してたっていうのはめちゃめちゃびっくりしたでしょ、はい、でも嬉しくて本当になんか本当に涙なしには聞けねえなおじさんになってくるとこういう話も、うん、そんな7人になってよかったなってこう改めて思う時ありますか。うーん、なんかやっぱ7人、さっきも三浦の中言ってくれたんですけど、なんかあの7人っていうのがこのグループ初めてなので、うんうんうん、すごい迫力が全然違うなって、うんうん、いい意味で、うんうん、いい意味の大きい感じ、うんうん、ドーンって感じがめちゃめちゃありました。ごめんなさい、なんか擬音ばっかり。いや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 、そうですよね。でもなんか単純に2人増えると、うん、発せられるパワーがね、うん、違いますもんね、うん、いいな。でもなんか普段使ってる車があるんですけど、うん、移動の、はい、それが7人乗れないんですよ。だからこれを機に新幹線に乗りたいなって思ってそっか、ちょっと遠征とかもみんなで車で、うん、そう、全国ツアーとかも車で行ったりとかね、そうだよね。そっか、ね、しょうがない、しょうがないですもんね。乗れないならしょうがない。車好きなの。車好き。だからその話してたら2台になるって言ってたよ。うん、え？あら、そう、なんか秘宝、秘宝。2台になるし。で、車で行きたい組は車で、新幹線で行きたい組は新幹線で。うん、でも新幹線と車のなんか違いって、うん、本当に車は、うん、これ引っ張る。あの。誰にもなんか見らなんかみんな信用してる人だから、プライベートな感じ、そう、もう何もかなんか飾ることはないけど、新幹線は誰が見てるか分かんないからもう確かにみたいな、うん、確かに、もしかしたらファンの方と同じものに同じ車両とかね、あり得るから、そこもあるって考えたら車のが私はいいかな。なるほど。何？これはもうガンガン意見どうぞ。どっち派が多いのかも決着つけてやりましょうよ。新幹線のメリットをどうぞ。アイスが美味しいです。間違いない。はいはいはい、どうぞ。アイスは全然さ、あのパーキングじゃなくてあそこ、うん、サービスエリアで、サービスエリアのアイスも美味しいよ。そうだ、そう、車にしましょう。にじぐせられちゃってる。まあね、めちゃくちゃ遠いとこだったら新幹線とかね、うんうん、飛行機とか ね、そういうので体に来るからの腰が痛くなるとか、ちょっとねライブする前だとね大変だからね、どうかスタッフさんお願いいたします。時はご一行ください。はい、お願いいたします。そうですね、そんな7人になって、うん、キャンバスはさらに大きくなりました、うん、大きくなった真っ白なキャンバスに何を描いていきたいですか。そうですね、なんか6人の前の6人の時も、うん、今の5人の時も行けなかったところに7人でもっと大きな夢を描いていきたいと思っています。なんで笑ってるんですか。でもゆいなは先輩になってね、うん、言いたいことがあったよね。え、でもなんか先輩なのか後輩なのか微妙なラインなんですよ。そうだよね。私はなんかその2人と入れ替わりで入ったから、うんうんうん、一応先輩なのかな。
でもなんか、うん、お弁当は先輩の方が先に選ばせていただこうかなって思います。それはね、いい選びそうです、ね、そうだそうだそうだ、また一からやり直してこいと、いいですね、私が先輩だぞと言っていいと思います、うん、選んでください、先に先輩、はい、選ばせていただきます。どの世界でもね、そう、先にいた人が先輩ですから、もう年齢とか関係なくて、もうプロレスとかもそうですから、本当にもうすいませんね、例えばいいですね、お弁当の話、お弁当の話ですね、しみるな、かわいい、うん、コメントも来てますか。お、七色の虹のようにたくさんの色が描けるね。確かに、いい子できる、これはもうもらいましょう、コンセプトに、そうですね、うまいこと言う、真っ白なのに、うん、すごい、あ、でもあれですね、サービスエリア楽しくないとか、車派の意見もまた皆さんくださっていたりとかしますね、うん、今ね、あのお風呂とかもついたりとかしてますからね。あ、それいいですね。そうそう、あの美味しいのが、うん、あの夜中の麺、ラーメン、あ、ラーメン美味しい美味しい美味しい、うん、サービスエリアの時間だから全然大丈夫、大丈夫、私はもういいのよ、夜中の麺たまらないですね、いいの、喋りなさい、あの疲れた体に染み当たるんだよな、あれがもう本当に最高です。ラーメンが好きですか。ラーメン大好きです。何味が好き。私は、うん、醤油か味噌が好きだけど、うん、でもコテコテはちょっとって感じ、あっさりめの、まあ、夜中だからね、ずっといける感じの、そう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 、あ、いいですね、いいですね、サービスエリアのラーメンって美味しいですよね、美味しいですね、ちょっとチープな感じがね、いいよね、3回くらい食べたよね、3回ぐらい、うん、3倍ぐらい、3回くらいさ、2時のラーメン食べた、ね、深夜2時にすごい美味しかったですよ。いいな、ちょっと今日すごい一気になんか好きが増しました。ありがとうございます、いいグループだ、全く、 いいグループですよ、もうディスカッションもできてね、もう素晴らしい。ということで、そろそろお時間なので、はい、今後の予定など告知をお願いいたします。はい、私たちはアットジャムエキスポ202020-2021に出演します、うん、私たちは27日29日に出演するんですけど、その日が7人体制初めてお客さんの前で披露させていただくので、ぜひ見ていただきたいです。あとメインステージに今年初めて立つことができるので、うん、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。見たい、私も早く見たい、楽しみにしてます。はい、ということで、真っ白なキャンバスの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またお暇でーす。白いキャンバスにね、ラーメンの汁を飛ばさないようにね、あの、気をつけるのよ。ゆっくり食べてください。いいね、千秋ちゃん、いいですね。いいですね。いやー、よかった。もういつまでも話聞いていたいと思った。ね